はいどうもこんにちはロッテですということで、先日スプラ3の前夜祭が行われました。マジで楽しかったですね。もうスプラ3が待ち遠しくてしょうがないんですけど、でもね、前夜祭が終わった今、スプラ3が初めてね発表された時の任天堂ダイレクトを見てみると、あるね、まだ謎な要素が一つだけ残ってるんですよね。今日はねそれについてみんなと見ていこうと思います。ではどうぞ。それじゃあね、問題のダイレクトの1分50秒あたりからみんなと見ていきたいと思います。どうぞ。で、これがバンカラ街ですね。初めてバンカラ街が公開された様子で、もしかしてこれスプラ3来るんじゃね来るんじゃねってみんなもう盛り上がりに盛り上がりまくってて、来るよ。だんだん BGM が大きくなって、大きくなって、ドーンと、スプラ3わーって今なってるところですね。で、こっからだんだんね、BGM が流れ始めてくるんですよ。ほら、これ BGM が流れ始めて、もしかして?で、バトルの様子が始まって、みんな弓があるって。でもこれまでの武器もみんな残ってるって。やばい、何が残るんだろうって、このね、みんなワクワクしてたんですけど、この時。で、リスポーン地点がなくなったとかもね、言われてて、まぁ、実際ね、今回前夜祭やってみて分かった通りなくなって、なんか今、イカがなんか変な動きしてるとか、ここスパショが復活するとかね、もうみんなもう盛り上がりに盛り上がってて、で、ここでロングブラスターの見た目キモとかね、いろんな武器が公開されていくんですけど、ここお前誰てな感じでね、なんか正体不明のカニがいるんですよ。で、このカニね、明らかにカニタンクとは見た目が別物で、まあね、開発段階のカニタンクだろうって言われちゃえばもうそこでおしまいなんですけど、でもね、このカニを僕は見つけてしまった以上、何かね、考察をしなきゃいけないと思ったんですよ。ってことでね、考察します。このカニは、武器地のペット、多少もないボケは置いといて、まあね、もしね、これが開発段階のカニタンクだったとしても、今とね、だいぶ見た目変わってて面白くないですか?ってな感じで、これがスプラ3の初 PV に登場する謎のカニでした。まあご視聴ありがとうございました。